町村家は町村農場の創業者一族。実業界のみならず、政界、学会、音楽界にも人材を輩出している。町村家は越前藩の市販府中本だけに使える武士の家系だった。町村家九代目当主、町村式の進むは、長男の金屋を12歳で上京させ、金屋は奉公しながら夜学に通い、札幌農学校に進学。 卒業後、牧場勤務を経て自ら牧場、農場経営に乗り出し、北海道落農の,の講師となった。町村家の過去町にある最古の戒名は、無門院大同然王古寺で、没年は、現那六年、町村家の先祖と記されている。天保七年の本けの旧町によると、百八十人の、うち、石寺十七番目に、町村次郎兵衛の名があり、 十人口の録を受けていた。その着難宗介は、赤字六十九番目、十票で、御近所を務めていた。また、天保年間や安政年間の資料によると、もっぱらおめつけを務めていたとされ、本だけにおいては、中級の武士として偶されていた。町村信高著、保守の論理、林として美しい日本を作る百三十九ページによれば、私の家は、江戸時代、 越前府中の奉行職を務めておりました。府中は、福井藩の領地でしたが、独立性が高かった。その越前府中の奉行職第9代目が、私の曾祖府町村式の進むという人なのですが、この人までが武士で、その息子の町村金也になると、もう武士ではなくなります。明治維新です。という、町村金也金也は二度結婚しており、1000歳、5歳ともに、 山本一仙の娘である。幕末越前国の家人、立花の明美は伊仙のいとこである。金谷は五男五女がおり、長女、ことは、山口県出身の教育者、林忠に、次女、千は、広島県出身の氏族で教育者の岡本、半次郎にそれぞれ嫁いだ。金谷の五人の娘のうち二人が、教育者の妻となっている。また、三女、幸子は、 下川三章に、四女、春子は、福井県出身の元和瀬田大学教授、小林真に嫁いだ。また、金谷の次男、誠は貿易業を営んだ。だが、町村家の家計形成で、大きな役割を果たしたのは、金谷の長男、慶喜と、いつ金吾である。町村家は、牧場経営と政治という二本の太い柱によって、家計が形成されていくが、 ケーキの家系が牧場経営を引き継ぎ、金吾の家系が政治家家系としての町村家を引き継いだからである。ケーキは渡辺千太郎の長女、静と結婚しようの男三女を設けた。次男、安尾は、元小松製作所常務。法学者の町村安隆は、大男の子である。三男、鉄尾は、住友銀行専務を経て、住銀リース社長、会長を歴任。 四つを、敏郎は医師。一方、高敷、静夫妻の三人の娘のうち、長女、文子は、陸軍軍人、岩倉久美男の子で、元総理府総務副長官の岩倉則夫おに嫁いだ。次女、講子は、警察官僚、政治家で、警視総監や、参議院議長等を歴任した、原文兵衛に嫁いだ。政治家の中川正春は、原文兵衛。 孔子夫妻の娘婿である。高敷静夫妻の四人の息子のうち牧場を継ぐ者がいなかったので、三女、住子に婿養子、末吉を迎えた。末吉、住子夫妻は三男一女を設けたが、長男、高氏が社会学者となり、次男、県が創生したため、三男、人氏が末吉の後を継ぎ、町村農場の代表となった。金吾は、 法学者、桑田熊蔵の娘、二葉と結婚し二男四女を、設けた。長女、藤江は元日本電気ガラス会長、東山影都氏に、次女、広子は、内務官僚で、総理府総務副長官を務めた、秋山進に嫁いだ。行政法学者の小早川光夫は、秋山進、広子夫妻の娘婿である。三女、君代も姉の広子同様内務官僚で、 内重を務めた山本悟にと次いだ政治家としての町村金吾は、北海道知事や自治大臣等を歴任したが、父の後を継いで、政治家になったのが金吾の次男、信孝である。信孝の没後は、信孝の娘婿、和田義明が後を継いだ。実名が信頼できる、情報源で、検証可能なのは八代目の次郎兵が最初である。ゆえに便宜上、 町村二郎兵衛を貸そうとする。ありがとうございます。